元鹿の四国統一は目前かと思われた。三好を破り、阿波、讃岐をも手中に収め、残りは伊予一国。そこで彼の時が止まった。伊予河野家の若年当主道直の思わぬ抵抗に遭い、元鹿の伊予の制覇は父として進まなかった。元鹿の脳裏にはあの生めかしい影が浮かんでいた。四国の将、伊予侵攻。若年の道直にしては世知に長けた軍略。もしやまた抹消の保証城の仕業かの。お前はなぜここにいる。父上は今何やら大忙しなのじゃ。故にわらわは父上の名代として。邪魔するわね。おう、河野道直を操っているのは貴様かと思っていたが。あんな子供を騙す趣味はないわ。あの子を操っているのは毛利元就でしょ。ねえ、私が手を貸してあげましょうか。安くしとくわよ。無用だ。即答？ほんと腹の立つ男。役に立たなければ何もいらないわ。それなら文句ないでしょ。勝手にしろ。奏でよ。わらわも誠実に行くのじゃ。まずは北上し黒瀬城を落とす。進め。ようやく仕掛けてきてくれたね。まずはお手並み拝見だ。敵将誠実に討ち取った。敵将よ、貴様に送る鎮魂歌を。開門。響け。門は開いた。黒瀬城へ進むぞ。強い。これはかなわぬ。ゆずき城は降伏する。この程度でゆずき城が降伏。まあいい、このまま黒瀬城を落とすぞ。勝利条件変更。さっき言って、この人たちに倒されないと黒瀬城には入れないってわけね。
骨のかけらもない腰抜けぶり。むしろ匂う。出発したようだね。無事に届くといいんだが。敵は毛利元に近いです。お前は豊瀬城にとどまる。敵が何か企んでいく。しが豊瀬城は味方の生命線、用心を怠るな。敗北条件変更。したようですね。呼び切った敵戦列を分断してしまいましょう。勝利条件任せておけ。変更。湯月城は偽装攻撃、黒瀬城は空城の計。手の込んだ真似をする。影殿の策、見事なものだ。これが調査壁にも勝てよう。電末なのじゃ。私は敗れては全軍が崩れてしまう。なんだかまずい雰囲気ね。仕方ない、私も一言飲んじゃうか。自信満々じゃのう。教えよ、何をするつもりなのじゃ。男に滅ぼすなよ。見てるし。
したんだ。あなたの力が必要なの。今ね、はい、これはお礼よ。闘争心をへし折ったか。あの女、清潔だな。味方の願い。何か想定外のことが起こっていますね。仕上げだ。王の道直を撃て。道直殿に手出しはさせません。ごときに今の俺たちは止められん。感じたのは気迫などではない、清潔な魂の叫びだ。私の負けだ。遅刻は君たちに任せるべきかな。清潔なる魂の叫びは今流された血と共に時代に刻まれた。
役に立たなかったとは言わせないわよ。約束通り望みは聞いてもらうから。なぜ俺のそばにとどまることを望む？私が世間からなんて呼ばれているか知ってる？不幸を呼ぶ女。あなたも不幸にしてあげる。つまり俺にお前の宿命をねじ伏せろと？はあ？なんでそうなるのよ。ここにいたければいればいい。だがお前の宿命をねじ伏せるのは俺ではない。え？ならばわらわか？師匠がここにとどまるならわらわも共に残るぞ。もっといろいろ教わってこの子をコロコロ転がすのじゃ。師匠って私？ああ、やめておけ。光秀の涙を見たくはあるまい。